下町の風情と都心の高級感が同居する街として人気の東京、港区の一角、11月のある夜、そこに現れたのは一組のファミリーだった。少し気恥ずかしそうな夫にしっかりと自分の腕を絡める妻と、そんな二人から数歩だけ距離を置いて歩く年頃の娘、どこにでもある家族の一幕だが、その夫婦が宮沢りえと森田剛となると話は別だ。2016年に舞台で共演し、交際に発展したりえさんと森田さんも結婚から早5年、りえさんにとっては再婚で、当時、小学生だったりえさんの娘さんも中学生になりましたが、森田さんとはまるで友達のような親子関係を築いているそうです。長年 V6 の一員として活躍してきた森田だが、2021年11月にグループが解散、それに伴い森田はジャニーズ事務所を退所した。他のメンバーに先駆けて事務所を飛び出した森田さんですが、今となってはタイミングが良かったと言えるかもしれません。性加害問題の影響を受けることなく、役者の仕事も順調です。退所後は二人で事務所を立ち上げた。リエと森田、独立直後は、森田がリエを頼る場面もあったという、家族としても仕事のパートナーとしても、二人の絆は深まっている。一家が訪れたのは、高級焼き鳥店、2時間ほど食事を楽しみ帰路に着く途中、三人はタピオカ店の前で足を止め、看板を覗き込んだ。真剣な顔で看板を見つめていた三人ですが、お嬢さんの発言に反応した森田さんが、笑顔で彼女に近づくとハグしたり、耳元に顔を近づけ甘噛みしたりしていました。それを見守るリエさんも、幸せそうに、うふふ、と微笑んでいて、本当に仲のいいご家族なんだなという印象でした。森田とひとしきりじゃれ合うと、店内に向かった娘、路上から娘を見つめる森田の表情は、かけがえのない家族を手に入れた父の顔だった。